私の後ろに見えてます、これが今日出たばっかりのエコノミスト誌の表紙なんですけれども、まあ、Playing with Fear、まあ、なんて言いますかね、恐怖と遊ぶ、戯れるっていうんですかね。で、この一番左がご存知のドナルド・トランプっていうね、今アメリカの大統領選挙の共和党の候補としてトップになっている。それからこの真ん中にいるのがマリーヌ・ルペンという、これはフランスの国民戦線の党首でですね、この間行われた地方選挙で13州のうち6州を彼女の国民戦線がトップになって、得票率でも 30% ぐらいでトップになったと。まあ今回は地方選挙だし、まだあと第2回投票もあるので、まあ、どうなるかは分かんないんだけれども、2017年には大統領選挙があるわけですね。で、前回だったと思いますけども、国民戦線が第1回投票で残ったことが、つまり最後の2人の候補のうちに国民投票戦線が残って大騒ぎになったことがあったんですけれども、今度の2017年の選挙についても、今投票するとしたら誰を選ぶかという人気投票をやると、彼女がトップに立っていると。でこれもフランスは2回選挙ありますから、最終的には国民戦線以外の党が連合して、まさか彼女が大統領になるってことはないだろうと思われてるんですけれども、いずれにしても相対的な第1位がこういう、そのかつてはまあ極めてマージナルなんですね、党だと思われていた、そのいわゆる極右勢力で、そのこの一番右のハンガリーの首相で、ちょっとこれはまあそれほど、ま、知られてないと思うんですけど、まあ彼もプーチンを尊敬してるとかなんかっていう似たような感じなんですけど、このトランプとルペンに共通しているのは、今度のそのパリのテロ事件なんかを受けてですね、とにかくイスラム系の移民を排斥せよという主張を前面に打ち出していると。トランプなんかイスラム教徒の入国を禁止せよということを演説で言ってるわけですね。まあ今別に彼は何の公的地位もないので、彼が発言してもそれは実法的な効力はないわけですけれども、彼が本当に大統領になるとですね、まあ元から移民を排斥せよというふうな主張はずっとしているので、そういうことをやりかねないと。でその演説の中でですね、私と同じようなことをかつて、ルーズベルトは大統領は日系人を相手にやったじゃないかと、それに第二次大戦の時にですね、アメリカにいた日系人が収容所に閉じ込められるということがあったわけですね。だから何やってんの、悪いことないじゃないかというのがトランプの主張であります。でこのルペンのこの国民戦線に至ってはですね、もっと奇妙なことを言ってまして、この彼女のお父さんがこれ設立した党なんですね。でお父さんの時にはその反ユダヤというのを、まあ、売り物してたわけだけども、最近はどういうわけか反イスラムに乗り換えちゃって、なんていうかこう真逆ですよね。まあはっきり言って思想信条とかそういうものはどうでもよくて、要するにそのフランスの、まあ、そのあまり教育のない人々の中でそのイスラム系の人々に職を奪われるとかね、で、まあ、いろんなこうテロとかなんとかって怖いというそういう、こう感情の部分にこうストレートに訴えると。でそれがこうなんていうか世界にどんな影響を及ぼすかということについてはあまり気にしないと、まあ、いわゆるポピュリストということですね。このエコノミストの特集もとにかく世界的にポピュリストが急速にこう有力な政治家になり始めていると。でここには出てませんけども、ちょっと別の意味で、
イギリスの労働党の党首になったジェレミー・コービンっていう人も相当かなり極端なポピュリストで、要するにその民営化された鉄道とかそういうあの公営企業を全部もっぺん国有化してですね、それでその 高所得者の税金をものすごい高くして貧しい人にばらまくんだというような、まあ、非常にその大衆受け、する主張をして、で労働党の党首としてはその、まあ、一番の支持を受けたわけですね。ただまあ本選挙になるとこのトランプもですね、こんな、極端な主張をしていると、民主党側はヒラリー・クリントンという、まあ、極めて政治的なキャリアも豊富で実績もあるので、まあ本選で両方が戦うとかなり大差で、共和党負けるだろうと言われているので、アメリカの方はそれほど実質的な脅威にはならないんだろうなと言われているわけです。でじゃあ日本はどうか、まあここに安倍さんが入ったりすると困るわけですけども、まあ安倍さんはまあ右派といえば右派っていう点では共通性あるけど、まあこの二人のような変な右派じゃないですね。まあ普通の右派ですよね。それはまあ別にいいんだけれども、今自民党と公明党が協議をしている軽減税率っていうのはですね、その2017年4月に 10% に上げる税率のうち、その食品だか生鮮品だか加工食品を入れるのか、とにかく食品を 8% にするという、どこまでを 8% にのままにしておくかということで、まだずっと自民党と公明党の協議が揉めてるわけですね。これなんでしかしその食品を 8% にするのかってい こう合理的な理由は全くないわけです。前にも言いましたけれども、このウェログでも言いましたけど、経済学者はこれ 100% 反対してるんですよ。こんなものによってその貧しい人が助かるなんていう効果はほとんどないし、その逆にその伝票もちゃんとしてない日本でですね、そういう生鮮食品とかですね、あるいは食料品というようなこう定義の曖昧なものに軽減税率を適用すると大混乱が発生するわけですね。すでにまあ EU ではそういう混乱がもう日常的に起きていて、もうそういうことはやめようという話にむしろなりつつあるわけですけども、そういう時にこう日本が逆にですね、そういう軽減税率をやれというふうに、まあ、公明党が強硬に主張している。自民党はまあもともと反対だった、反対というかあんまりやりたくないなかったわけですけども、でなんで公明党がその軽減税率にこだわっているのかというと、まあ、直接には彼らの選挙公約に入ってたということらしいんだけども、これを一番やっぱり強力に推し進めているのが、まあ、はっきり言って創価学会婦人部なんですね。でこれ選挙になった時に今の自民党はですね、非常に都市部では弱体化してまして、もう絶対得票率がこの間の選挙 17% とかですね、非常に落ちてるんですね。他方公明党はもちろん最初から自民党よりは全然小さかったわけだけど、絶対得票率で見ると 7% ぐらいで、あんまり落ちてないわけです。なぜかというと非常にこう組織力が強いわけですね。特に都市部でそういうその創価会婦人部のおばさんたちがですね、こう近所にいろいろお願いしていくっていう、そういう組織力が都市部で強い。だから自民党はまあ比較的農村部ではまだね、昔の地盤あるんだけど、都市部にほとんどそういう地盤なくて弱いんです。だから今は都市部で投票が取れないと選挙で勝てないので、そこではやはり公明党に対するえない、つまり創価学会婦人部のおばさんたちの言うことを聞かざるを得ない、それだけなんですよ。それ以外の合理的な理由は何もないんだけれども、とにかく創価学会婦人部がもう強硬にその全ての食品に、なんか外食まで適用しろってことになってるみたいですね。今外食まで適用すると1兆3000億とか4000億とか、ものすごく大きな税収減になるわけだけども、その代わりにどういう財源措置をするかってことは全く決まっていないと。
だから 10% に上げるのはいいけれども、実質はおそらく 9% ちょっとぐらいになってしまうという状態になって、いまだにこう税調の協議がこうずれ込んだままになってるわけですね。でこれなんかもう、まあ彼らとはちょっと違う意味のポピュリズムと言っていいと思うんですね。でね、まあはっきり言って民主主義っていうのはある種ポピュリズム的な要素をもともと含んでるわけです。まさにその多数の大衆がですね、その人たちが本当に政治についてちゃんと知識を持ってるか持ってないかに関わらず一人一票持ってるわけだから、バカな大衆をたくさん巻き込んでね、票を得たらそれこそヒットラーも出てくるわけだし、そういうファシズムだって出てくるわけですよね。だからこういうのを放っとくとファシズムになる恐れがある。日本の場合はファシズムになる恐れはないと思うけれども、まあとにかく税制も財政も社会保障もですね、そういう、まあ、要するに自分たち の今の既得権を守ってほしいとかね、こう目の前でちょっと税金安くしてほしいとか、まあ、いうその深く考えないで投票する人たちの方へどんどん政治がこう流れていくと。で、まあ、政権の方はですね、なんか GDP600 兆円とかわけのわかんないこと言って、みんなに迎合していいことだけしか言わないと。政治っていいことばっかりじゃないわけですね。やっぱりその税金を負担するとか、あるいは年金保険料負担するとか、そういうその負担をどうするのかってことは全く言わないね。GDP600 兆円になるんだったら、それはもう歳出削減もしなくていいでしょうよ。もう増税だってしなくていいと思うよ。そうやってどんどん日本がね、昔みたいに高度成長するんだったらいいけど、そういう時代じゃないわけです今ね。毎年 1% ずつ労働人口減ってるわけだから、そういう状況で、そのなんかもうそうやって、非常にこうけじめなくね、あらゆるものに軽減税率を提供していくっていうのを前例を作ると、これからもうまだ増税はしなきゃなりませんから、そのたんびにどんどんね、そういうものは例外がいっぱい出てくるわけですよ。ほいでまた新聞もテレビもそれ全然批判しないでしょ。当たり前ですよ、新聞協会がね、自分たちに軽減税率提供しろって言ってんだから。まあつまりね、これはもうほとんどなんていうか、1930年代と同じで、もうマスコミもですね、政権とべったりくっついて運命共同体になって、で負担は全部国民に押し付けようっていうね、そういうまあ非常にその悪い意味でのポピュリズム、デモクラシーの、まあ、一面ではあるんですけども、その悪い面が非常に強く出ようとしているという感じがします。